どうもはい、ということで前回同様また準備していきたいと思いますよ。ウレタンが黄色になってんだけど、まあ別に酸素に触れるとこで黄色になっちゃうんだけど、まあふわふわさんには関係なさそうなんで、まあ一旦これでいいかなということでお願いしたい所存。これは洗いましょう。花正先生は邪魔なのでもうちょっとね預かってもらおうと思ってます。お邪魔虫するからというよりは、今回お家に帰ってきた後は3日ぐらい一緒に病院付き添いするので、私がいないのでね、その間花正先生見ててもらわないといけないので、もう先に預けちゃうことダメ、預けちゃうことにしました。まずは消毒で、ダメ。結構いろいろ準備してくれたものをちょこちょこね持って帰ってきてるので、これは予備のものたちね。予備のものはもう決まってんの。何やってんのねえ、やめて。予備のものは前回同様この逆光なんだよな、ベッドにかけるやつにかけていこうじゃない。まあ言うて荷物が非常に多いんで、酸素とか準備してるとか、まあいろいろあるんだけど、美味しいコーヒー飲みたいな、コーヒー飲みたいな。ねえ犬、コーヒー入れてくんない？コーヒー、犬コーヒー入れてくんない？今日はもう大変じゃない。よし、これはじゃあ下に置いとこう。そしたらここにはめて。もうやっぱさ、セットを組んでおくっていいね。やっぱ段は小を兼ねるし、もう本当に準備は常日頃からしとけばやっぱ早いんだよね。そういうことだよね、わかる。前回やっぱ動線にこだわって、やっぱり、いろいろさ、やっといちゃったから。今回は楽やわ。で、あとは、おベッド周りね。この、マットを洗って、さっき洗い忘れた、血に汚れたコアラを洗って、最初チェックしてんの？いいのよ、犬のチェックなんて。いいじゃない。オッケー。ここに引いて、ファンもセットしてあるし、隣も、いいね。よし。犬を預けて自由に動けるようになったところで、これを出す。今回そう、付き添いもするって言ったでしょ。だからね、エアベッドを勧められたのね。病院でその寝るとこないじゃん。で、エアベッドを久しぶりに出すから、まず使えるかちょっと動作確認をしたくて、これをね、膨らましてみようと思う。また畳むのちょっとめんどいんだけど、事前に確かめとかなくてさ、なんか結局膨らまなくて、ゴミも落ち込むみたいなのが一番だるいでしょ？だから、どういう風に使うんだっけ、これ。コード的なものはあるはずだよね。重いんだが。よいしょ。じゃあやってみよう、ミュージックスタート。楽しいじゃん。あ、いいじゃん、いいじゃん、これ。ちょっとダブルだから大きいやつなんだけど、まあいいかなと思って。で、これに、このボックスシーツと、引っ掛けまくっちゃってボホボホになったんで、今日使ったら捨てようと思ってる枕カバーがあってね。でも私枕嫌いなのね。なんか枕カバーなんだけど、これをこう丸めて首の後ろにこうやって寝るのがちょうどよくて、こうします。完璧じゃん。快適空間じゃん、こんなの。よいしょ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 。いいじゃん。ねえ、快適キャンプライフみたいな感じじゃん。楽しくなっちゃう、こんなの。そうで、あとは、お布団はこれにします。テンションが上がる。いつの日かシーンで買ったアドベントカレンダー毛布。アドベントカレンダーの柄になってんの。これでこういうこと。
最高じゃん、めっちゃいいじゃん。いや、エアベッドにしとけばよかったよね。でもこれ使ったことあるんだけど、なんか1日経つとやっぱちょっと抜けるから、また足して足してでやってったらいいのかななんて思うんだけど。私ベッドこれでいいんだけど、普通に毎日。もう準備したくないな。いや、お家でね、準備する分の準備はいいんだけど、病院に持ってくものの準備がめんどくさいのよ。つまり私のパッキングね。その大したものは必要ないんだけどさ、着替えとか、あとなんか洗剤とか柔軟剤とか、メイク、いる時の服、パジャーマ、あと病院いる時、スニーカーだるいからさ、スリッパ的なサムシングでしょ。狂っちゃったすごい、やっぱあれですね、付き添いのママたちにね、エアベッド人気なんだそうな。多分圧倒的に付き添いだったら幅を考えてシングル幅の方がいいとは思うんですけど、エアベ非常にいいですね。でこれ排出も自動でできそうなので、排出して畳もう。簡単だね、こうやってやればいいのか。意外とでもね、この何ゴムみたいなこの素材がしっかりしてるから、ちょっと重さはありますね、これはね。だからやっぱり付き添いで使うならばダブルじゃなくてシングルがいいよね。でこのまま引くのね、なんか病院の床であんまり清潔じゃないから、あのレジャーシート買ったんです。なんでレジャーシートを引いてこれをやって、で寝床をまずは作る。これが目標。リボアのトランク型のでかいスーツケースで行くのが一番無難かもしれない。で病院にあるいらんものを持って帰ってきたりとか、まあそんなんしながら荷物の入れ替えを行おうと思う。よーし、いいじゃん、はい、準備できた。これで寝床を確保。あとライト買ってみたと、これでジャーシートで、はい、これ持っていくでしょ。あとは洗剤とさ、柔軟剤はさ、もうなくなりそうなので、これとこれを持ってこう。うわー、自分のものパッキングしたくない。今は1時過ぎぐらいかな。いや、意外ともうちょっとね、2時なんですけど、ご飯を食べたいと思います。ちなみにジョージ君は今日早起きしなきゃと思ってたら全然寝れなかったらしくて、今眠くなってきちゃったらしく、夜は誕生日会やるのでお昼寝するなら今だよって言って寝てもらってます。そしてお子も多分この首振りをしているということは、そろそろ寝るので電気消して、私はここでご飯を食べたいと思います。最近は自炊してたんですが、今日はウーバーイーツしました。このような大きい海外のインフルエンサーとかが食べてるブリトーが好きなんですけど、これを頼んでいます。うわ、美味しそう。ね、もうすごい匂いする。いただきます。うん、うまっ。うん、この皮ってさ、このサイズ感だとさ、どんな大きさなの。お盆ぐらい、デカめのお盆ぐらい。すごいサイズだよね。でも薄くてさ、ちょっともちっとしてる感じでさ、美味しいんだよね、この皮ね。で、これ中にチョップドサラダが入ってるんだけど、野菜いっぱい食べれるし、好きなんですよね、これ。ソースはあえてもらってますけど、別付きでも、後付け？で、そのハードディスク。そう、後付けハードディスクってあるんですけど、別でも、つけれます。なんかインフルエンサー食べてるやつさ、こういうのさ、こうつけてさ、こう食べてるけどさ、すぐ食べない人は多分ね、水分出てきちゃうんで別漬けにした方がいいと思うんですけど、最近こういうの食べます。意外と高くない？こういうの自分で作れそうだよね。ちょっと面倒いけど、この生地の作り方さえ分かれば全然いいんだけど、もしレシピを知ってる方がいたら URL ください。なんか小麦粉なんかな、米粉とかでも作れるのかな。安眠してるわ。溜まってたホラーゲームの実況でも見て、今洗濯してるんで洗濯も干して
明日からの付き添いの準備、エアーベッドと毛布とかシーツとかはとりあえず詰めてもう持ってっちゃったんだけど、着替えとかスキンケアとかコスメとかは入れてないので、それをなんとなくリュックに準備しつつ片付けながら生活してきた。夜誕生日会するんでね、そんな感じです。まだまだチャキチャキ動きますよ。私は結構元気なんで。これあのフェリシモさんで売ってるちっちゃいパンダをいつでもめでられるっていうハンカチ、なんかこのこういう感じだからすごい鈴鹿と言われたらよくわかんないけど、なんか マイクロファイバーみたいな感じのハンカチで、こうやって手の上でねこうやってやるとすごい癒されるよっていう、そういうハンカチというよりは癒されるよっていうアイテムなのね。でワックの中に入れといて、なんかうざい上司がいたりとか、なんかうざいアンチがいたりとか、とりあえずイライラした時ね、こうやって出してこうやってやるの、めっちゃ癒されるからバカにできないよ。ちょっとこれはね、横向きのパンダさんなんだけど、気になった方はフェリシモ見てみてください。さあさあさあ、ご飯の時間ですので、今回もこの低温調理器ボニークをご飯温めに使用していきます。いやこれね、いいよ。低温調理器ある人はわざわざミルク温めるやつ買う必要ない。40度の設定してるんですよ。しかもいいところは、あのほうきみたいのってうちは特殊だよ。この何、これで真珠で吸ってるから形状はね、普通のやつだと入んないんだけど、これだと結構首まで浸かるし、お湯が温まんのめっちゃ早いですね。この水流でぐるぐる回してながら温めてるかなのかわかんないんだけど、結構温まるのが早いのでささっと準備できるからね、わざわざ今後使う必要のない保温器を買うよりはこれで十分だと思うよ。私はいいこと思いついちゃった、ひらめいちゃったというわけでね、静かにっていうことで準備していきましょう。じゃあコーラのね、ハンコケ使ってるんですけど、これをちょっとこうやってバシバシして崩してから吸っていくんですけど、これ 300g 入ってるんだけど、1回量300じゃないので、残った分は冷やしてね、でまた吸って使います。でうちのプリンス天候寝てるわ、サンジは110と、あと痛み止めや薬たちなので、それをね吸っていこうと思います。無駄な動きして、さっきさいっぱいご飯食べすぎてさ、フードファイターみたいに食べたの。なんか中途半端にさブリトー残してもさ水分出てきてさキモいじゃん。ちょっと頑張って食べすぎちゃった。なのでカロリーをこういう横の動きを使用することによって消費してる。今日小学生みたいなね格好なんだけど、なんか春先取ったら今日なんかすごい寒いの。びっくりしちゃった。都内で私だけ多分ハーフパンツだったね。しっかりごったったまるわけよ。めっちゃいいわ、めっちゃいい。自画自賛。いやー半目で寝てんな。起きてんの？いやー半目で寝てんな。こういうとこ私とそっくり。ちょっとじゃあご飯にしますよ。ご飯半分終わり。起きましたね。起きた。おはよう。おはよう。寝そうだね。寝る。起きる。スキンケアとかパッキングしてこう。荷物多くなっちゃうから調整して持ってこう。下地はね、リセンシアも結構ね、敏感肌いう感じなんですけど、これもうちょっとで使い切るんで、この大好きなアルビオンね。下地で、クッションファンデは、これ持ってこう。ローラメルシーをさ、使ってたんだけど、なんか最近ローラメルシー見つかんないで、またソファーの下に入ってるかもしれないから、ちょっと後で確認するね。で、パウダーはコールでいいかな。やっぱいい。今日も使ってるけど、いい感じ。コールでしょ。アイシャドウは好きなのいろいろあるんだけど、どれにしよっかな。
そう、これがね、上手に使わないの。でもさ、ケイトの一見可愛いこのベージュだけみたいなやつがね、上手に使わなくて、なんかぼんやりしちゃうんだよ。ケイトのこっちこ、ちっちゃいし。ケイトのこっちにしまーす。アイブロウはシュウエムラにしよう。これね、好きなやつ。デスコスに選んだシュウエムラのアイシャドウ。じゃあ、アイブロウパウダー。これがもうちょっとで、ね、なくなるので、フジコのアイブロウマスカラ。まあ、ギランのこのリップは絶対持ってくでしょ。あとこの大好きなイントゥーユーだっけ。シェーディングもなくなるから、すごくない？キャンメー。チークはローラメルシエのブラッシュカラーインフュージョンの4番。超かわいい。はーい、全国民好きー。ハイライトはジルのメルティシマブラッシュの4番。今日も使ってます。結構好き。これ持ってくな。眉毛までやったでしょ。シェーディングチークハイライトは入りました。愛のグリッターはまた戻りまして、シピシピいきましょう。で、シピシピのさ、これとこれ、涙袋を作るのに使うこの2つは、シピシピね。極みライナーと、ポイントコンシーラーだっけ。を持ってくでしょ。アイライナーはリキッドでいいかな。ラブライナー。これはもう定番。減らしたいな。あとコールのリップとゲランとインという。この3本にしようかな。ここにね、ラカの、新色もそうだけど、ラカのこのね、117番。これもね、食い込んでくるよね。食い込んでやった。食い込んじゃったでしょ。歯は大事でしょ。マスカラ、ビューラー入れて、ここら辺は残留して、インカンデスントも持ってくか、一応。テンション上がるからね。ブラシも何個か持っていきまーす。準備整ってきたよ。OK。スキンケアとコスメはこれに収まりました。OK。んじゃん。誕生日会だ。誕生日会。結構なんか、痰が詰まってる。ね。なんて切れてん。終わりましたね。パジャマの支給です。何これ？ジェラピケだ。ちなみに、おこピーマンとおソロです。あ、そうなの？かわいいでしょ？開けてあげて。ここは？ケイピュー。かわいい。似合うじゃん。あ、でかいね。でかいな。かわいいじゃん。大人はどう？あったか。夜冷えるから。似合うよ。ほい。イエーイ。いいじゃん、ニコイチファッション。すげえ、このカメラめっちゃいいじゃん。こんな画面ついてんだ。あれ？ピンク着てる。赤やね。赤か。どう？めっちゃ YouTube に夢中じゃん。夢中だね、こいつ。すごっ。かわいいよ。これ着てお散歩行こうよ。アソロで行こうかなと思って。っていうやつです。おい。今回のパジャマプレゼントです。ありがとうございます。これで朝まで頑張りましょう。はい。おすごい元気。今回ちょっとお誕生日途中抜けしてるからさ、全然動画撮れてないんだけど、明けまして朝8時、あまりに眠すぎてさ、メイクをジョージくんがキュレルで拭き取ってくれてたっていうのは覚えてるよ。うん。その割に肌の調子よくない？ほぼ菩薩じゃんか。ということで最後はスキンケアをして、もうあとあれだよね、病院に向かうだけよな。うん。業務内容的には慣れるからすごいね。うん、もう。今回ちょっとお誕生日をしてたので、体の疲労が抜けてません。これはもう、レッドブランケットですね。うん。言語失ったのか。もう厳しい。厳しい？そもそも朝方じゃないんで。だって絶対にさ、7時に起きてこれないと思ったよ。びっくりしちゃった。びっくりしちゃった。これ、うん。ブーって何かをさ、うん。大抵の場合は、ピッピッとね、起きるわけ。うん。びっくりするから。うん。感じなかったね。すごいね。
だってクーって言ってたもん、うん、いやさ、濡れたシリンジって硬くてさ、押すときすっごい痛くなんない？親指の腹めっちゃ痛いんだけど。水がついてると押しにくい。そうだね、なんかあの抵抗が発生するね。まあコピーマンも楽しんでくれてたらいいね。いや相当楽しんでた証拠か、もう夜くすいだ。でも1回2時半ぐらいにさ、なんかちょっとだけ一回不機嫌な時間、不機嫌な時間帯だったね。お尻の状態が悪いっていう不機嫌な時間帯だった。すっごい訴えてきてた。訴えてきてて、その後は古典だね、うん、でもう7時ぐらいまではもう爆睡よ。爆睡、うん、ということで、私の肌の調子の良さっていうのは世界中に伝わったわけだけど。え、寝んの？寝る人ってそういうこと言うよ。まあでもあと準備はできてるから、今回もね、非常に有意義な自宅3回目となりました。これから私は付き添いなので。でも途中でやっぱレッブルを1本かまして、すごいよ本当に。で、すればまあ、まあでも今回エアベッドあるんで、はい、ということで次回の動画も見てくれよな。バーイはやって、バーイはやって、最後強いか。